皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、前回しましたプリセット紹介の続きでございます。前回はですね、95番までやりました。次引き続きいきたいと思います。今回はですね、103番、ヘビーパーキング。一般的な重たい音が鳴って、コントロールを一応入れるとコーラスがかかるという風になってるみたいですね。パッチによって結構レベルが違うんで、音の感じがね、これ気をつけた方がいいですね。特にディバイドとかコンプを使ってる場合は非常に音が、音量がね変わるので気をつけていきましょう。はい、次が112番、プライム X クラッチ。感じでロースト、なんだこのチャンネルが変わってるわけですね。1個は X クランチ、1個は X クランチでレベルを変えてる感じですかね。50と48、100と、レベル量とか原因量を変えてるという感じでございます。これ一般的に使いやすい音なんじゃないかなと思いました。はい、と119番、クリスタルクリーン、これですよ。ちょっと聞いてみてくださいね。なるほど、これはコントロール1でアンプを変えてるんですね。ナチュラルかトランスプリント、なんていうか、どちらも非常に綺麗な音ですね。でもナチュラルの方がやっぱり綺麗かな。どっちも綺麗ですけど、ナチュラルの方がこうパリッとしていい音がしますね。モジュレーションとかでディバイドかけてるんですね。それは音が広がると思います。はい、こんな感じでございますね。次が129、アコースティックとドライブ。はい、こんな感じです。これ僕が何を言いたかったかというと、この音がどうっていうのもあるんですけど、この設定ですよ。すごくラインがもうフルに使われております。何かのね、参考にするときにこうやってコピーしやすいようにこのパッチを選びました。はい、次が140、ステップファズ。私のチャンネルを見ていただいている方はなぜこれを選んだのだと思うかもしれません。マッドカプセルマーケットというバンドを皆さんご存知でしょうか。非常に有名ですけども、いつかできるかなっていう期待を込めてあえてこの番号を選んだと、それだけでございます。すいません。はい、次いきます。145、デッドアライ。すごいな、この差が。もう耳がキンキンするというやつで、まあ、これもね、どういう風に組まれてるのかディバイドで書いてますよね。参考にしましょう。ただこの歪み方は僕大好きですよ。 X ディストーションで X モーデッドを掛け合わせてるわけですね。アンプの歪みを下げつつ、 X ディストーションもそもそも歪むので、両方の歪み量をだいぶ下げてますね。だからこんなにノイズはサプレッサーを入れてるといえど、この程度で済んでるんですね。この音の太さはやっぱり EQ で調整してるな。ドンシャレ気味やな。はい、という感じでございます。で、定義150、バイティングスタック。
感じですが、この150を選んだ理由はボーカル用にいいなと思ったんですよ。ギターボをするときにこれ一発あればね、大体の曲に合わせれたりするんじゃないかと。まあ僕エルレが大好きなんで、はい、この音を選びました。はい、次が157ステレオ X。 おーすごそうやな、これ。ちょっと下げます。はい、すっごい歪むなところでですけど、これはコンプが入る入らないがあるんですね、うん、XOD ノイズを入れてからアンプに通すというかなり変わった使い方で、ノイズを2発入れてます。謎ですね。ははは、変わった使い方すんな。 X モーデッドとハイゲインを混ぜてます。出力も同じでディープリードデュアルにしてると、うん、まあこんな音もあると。はい、次が162番、ジェント。これを聞いてもあれ弾かんとしゃあないんですよ。バッチリちゃいますこれ音。これはコンプが入ってるんですね。なんでこっち使うんだろう、うん、コンプがコントロール位置に入っています。これコア系はほんまいいっすね。ちょっと参考にします。で次が166プレキシ。いいなあ。これをいじっていけば往年のあの80年代の音が作りやすいかもしれません。 XOD をブリッドスタックにかましてると、うん、いいですね。次174 JC フラット。これですよ。これに自分の歪みを乗せていくもありかもしれません。例えば僕先祖、まあちょっと設定があれ整ってないんでちょっと何とも言えない音ですけど、こんな感じでフラットの音がこれなんだとボスさんが言ってるわけですんで、これに音を乗せていくっていうのも設定としてありですね、うん、次225と言います。他にもいろいろ音あるんですけどね、特に僕が印象的だと思うこれですよ。いいなぁ。何が入ってるんだこれは。あ、なるほど、ソロスイッチが入ってるんですね。ははは、はなるほど、だから分からないですね。オンオフでこのここがソロスイッチが入ってると。いいですね。これも使い勝手あると思います。そもそもウーバーシャルが音めっちゃいいですわ。コアのやつモルテンコア、もう音ど真ん中にありますね。っていう感じの音で締めさせていただきました。この230が一番どぎついです音が、うん、これを参考にいろいろ音をね、変えていって作られたらいいかなと思います。はい、おすすめのプリセットサウンドは以上2作でございました。次回からはですね、まあいろいろやるんですけども、まあまずはですね、この一個一個のエフェクターがどんな音するんぞと、どんな効果が生まれて、このコア自体の、そもそものこのブロックの音がどうなのかと、これを検証っていうよりは記録として残していって、夜 YouTube を見ながらでもこんな音が出せるというのをあの感じていただければ嬉しいなと思います。特にねこのプリアンプに関してはもうじっくりやりますんで、前もねプリアンプシリーズをアップロードさせてもらったんですけども、より詳しくこのプリアンプとこのキャビネットシミュレーターの音とか、マイクはねどこまでできるか分かんないですけど、キャビネットの種類はプリアンプと組み合わせて全部鳴らしていきたいと思っております。はい、また楽しみにお待ちいただければと思います。はい、本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。